邪魔します。荷物適当に置いちゃってね。ありがとう。京子ちゃんのお家って初めて来た。家族の人は？今日はお母さんも留守にしてるし、お父さんは仕事だから遠慮しないで。そうなんだ。じゃあキッチン借りてもいいんだね。もちろん。材料も買ってきたし、チョコの作り方を一緒に勉強しよう。私もピキピキで友チョコ作る予定だしね。わーい、京子ちゃんとクッキング、一緒に考えてくれるの嬉しいな。まずはネットでレシピを検索してだね。どんなのがいい？ふんころがし以外で。やっぱり変わったチョコがいいかな。変わり種か。探せばいろいろあるみたいだけど、作るのは難しそうだね。トッピングやデコレーションにはセンスとテクニックがいるし、美味しさを維持するには材料選びに気をつけないといけないし。京子ちゃんだったらどんなの作る？私？そうだな。やっぱり既成概念にとらわれないのがいいな。既成概念ってなんだっけ？みんながこれはこういうものだ、これが当たり前だって思ってること、そうじゃないものを作るのが楽しいんだ。そっか、なるほど。ピキピキと同じだね。うん、それが私たちだから。リンクちゃんにはそういうのある？あるよ、ハッピーアラウンド。ああ、そうだったね。みんなを幸せにするってことかな。そう、みんなを笑顔にしたいんだ。一人が笑顔になったらみんなも笑顔になってく、そういうのが好き。笑顔か。見た瞬間に笑ってくれるものとか？食べて笑いが止まらなくなるのでもいいよ。なんかそれ危なそうだからやめとこうか。リンクちゃんの好きなものとかは？好きなものはね、ドーナツ。ドーナツか。それなら作れそうだけど、チョコドーナツは当たり前だからな。当たり前じゃないものだったら、あ、ハンバーガーは？ハンバーガー？なんで？京子ちゃんがね、よく食べてたでしょ。それで思いついたの。バーガー型のお菓子は見たことあるけど、ハンバーグの代わりにチョコをパンで挟んじゃうとか。なるほど、それは面白いね。バンズにアーモンドをまぶしたり、チューイングガムも挟んじゃうの。チョコと一緒に食べるとガムが溶けちゃうよ。ダメか。面白いかなって思ったけど。いや待って、ジャンクなもの同士の化学反応、案外面白いかも。ポテトチップなんかもいいよね。確かに、また違った食感が楽しめるかも。すごいね、リンクちゃんは。え、そう？既成概念めいたものが全くないんだから。私もリンクちゃんの自由な発想を見習わなくちゃ。何事もチャレンジだしね。うん、失敗したって平気平気。最後にみんな笑顔になれたら最高だよ。そうだね。よし、それじゃあ準備をしよう。準備完了。早速作ってみよう。おー、